老中は江戸幕府に常設された最高職。2万5千国以上の不代大,大名から任用され、複数名が月晩制で政務を取ったが、筆頭者は事実上の失政として、幕政を主導した。なお、諸藩で通常運勢を統括する者をかろうというが、藩によって名称や職性は様々であり、老中と呼ぶところもあった。 三河時代の徳川家でその火星を司さどった年寄りに由来する。年寄りを老一字で表し、これに集団の一同、全体を意味する、中を付け。本来は複数の宿老からなる総体を指した。徳川幹には宿老とも書かれている。当初はお年寄り衆と呼ばれており、旗本の間ではこの故障で定着した。老中宝書に署名。 顔を加えて発出することから過半の列とも言った。官営11年から慶安2年までの間、三大将軍、徳川家光の側近を登用して六人衆という職が置かれ、日常の雑務を取り扱った。そのうち4人が老中に昇進したことで一旦老中の職将に吸収されたが、漢文2年に若年寄りが設置されて、旗本、御家人の支配。 江戸城中の管理といった徳川家の火星を担当し、老中は大名支配等の国政を担当するという惑星の基本的な分担体制が整った。老中は大目付、超奉行、援国奉行、駿府城代などを指揮監督し、朝廷、公家、大名、寺社に関する事柄、事業割についてなどを統括した。定員は4人から5人で、普段の業務は 月番制で、毎月一人が担当し、江戸城、本丸御殿にあった御用部屋と呼ばれる部屋を、詰め書、執務室とし、重大な事柄については合議した。また、外部に漏れてはいけない重要なことを話し合うときには、盗聴をされないよう、さらに文書として、証拠も残らない、最前作として御用部屋に置かれていたいろりの灰の上に筆談をした。 実際には担当ではない者も月も番の者のと同じように重要な事柄を合議、処理をしたりしていた。また、諸大名の統治も職務としており、将軍の命令を老中法書で大名に形した。担当大名と幕府の間を事前に調整、指導して取り持つ、取り次ぎの老中と呼ばれる立場の者も,もいた。将軍を首相に例え、老中を閣僚とみなすような比喩があるが、 上記の通り実際にはかなり異なる。老中は政務全般を担当し、月番交代ないし協議しており、現在の閣僚のような政務の文章は行っていない。江戸幕府の制度では政務の文章は各部業レベルによってなされた。しかし、後に一人を老中主座とも呼ばれる勝手がかり老中として財政を専任させ、老中の筆頭として政治を行った。このか。 時によって、西の丸老中を置いた。西の丸老中は幕星には関与せず、もっぱら西の丸に居住する、大保守や将軍志士の火星を総括していた。慶応3年に、幕末の幕政改革で、月番政を廃止し、国内事務、会計、外国事務、陸軍、海軍の5人の総裁がそれぞれ選任する体制となり、現在の閣僚のような政務の文章が行われた。 執務時間は約4時間程度だったという。一般的には、老中は午前10時頃江戸城に途上、午後2時頃に退出した。また、老中に就任すると西の丸下に屋敷街になることが多かった。江戸城に詰めることが多くなるため、関東周辺を領する大名家が老中などの幕府重要職に就任する例が多めであり、縁国の大名が 老中就任に伴い下宇佐国桜藩などの江戸により近い場所へ転覆される例も多かった。逆に言えば、縁国を領している場合、幕閣特に老中として、幕政参与することは難しくなる。幕閣での出世を強く望んでいた非前唐津藩主の水野忠国はそのために、実収入の多い唐津から、実収入は激減するが江戸により、 近い東都海国浜松藩への天保を格策して、これを叶え、以降幕閣で出世し老中に就任している。老中になるためには、通常5万国以上の不大大名という規定があった。しかし例外もあり、過六が要件に満たなくても、不大大名であれば、才能次第で老中閣に登用される道が開かれており、老中よ日段閣が落ちる者の職責はほとんど、 老中のそれと比べても遜色がなかった。老中閣から老中になる例もあった。また、幕府の役職に就くのは、不可能である戸様大名家でも、願い不大となり老中などの幕閣に連なった例も、ある。老中就任者は、前職として、河用人や京都諸子大、大阪城大など、将軍直属の役職から転じる例が多かった。大阪城大に任じられた大名は、 それまで官位が十五位であった者は十四位下に承認するのが通例である。さらに、京都諸市大か老中に任じられると十四位下、自重に承認するのが通例であった。なお、十四位下以上は天皇への越見ができる。老中と同じ官名は自主的に避けられた。新たな老中が就任すると、同じ官名の大老化詰め、大広間詰め、 ためまずめ以外の大名や旗本は自主的に官名を変更した。老中が老中に話しかけるときは相手の官名に点をつけて呼んだ。勝手がかり老中が設置されたのは遠方8年のことで、後代将軍徳川綱吉が堀田正俊に農政、財政などの経済部門を戦艦させたのが始まりであった。しかし、堀田が状況元年に死んだ後、 徳川吉宗が八大将軍に就任し、環状書機構の改革に着手した、教法機までこの職に任命される者はいなかった。吉宗政権下で最初に勝手がかり老中に任命されたのは、水野忠之で、教法7年5月15日に就任してから、老中を退任する教法15年まで、財政再建のため年貢増長と、神殿開発の2つの政策を推進した。 水野の退任後、再び空席となったが、原文2年6月14日に、松平の里さが勝手がかり老中に就任。金国の水筒を司るべき、修行を買うべることになったの里とは、農財政のすべてを干渉することになり、関東地方御用係の職を務めていた、大岡忠助も、月番の部下前農政に関することはすべての里に、 報告するよう指示された、天保十一年の武官によれば、老中の支配は、たやや、一橋や、清水や、かろ州、衆、ごそ州、高家州、け衆、るすい、大番頭、おうめつ奉行、かん奉行、関東軍うぐん銀い、役、作じ奉行、ふし奉行、しょう組支配、は奉行、やり奉行、留守きょ交代、よりあい衆、ひょう 身の軍隊、縁国役人であった。諸藩において、幕府における老中に相当する役職は、過労というのが一般の認識になっている。しかし実際には、過労というのは、幕府の方で公式に定められた。役職名ではなく、藩における役職名は各藩によって様々であった。そのため藩によっては、いわゆる過労に相当する役職を、老中と称した場合がある。 例えば、願書類の宛先が老中とある場合、藩の過労なのか、幕府の老中を指すのか、資料批判が必要になる。ありがとうございます。